今夏に FW キリアン・ムバッペがレアル・マドリードに加入した場合、レアルの前線はかなり競争が激しくなるだろう。スペイン、アズが気にかけるのは、22歳の FW ロドリゴ・ゴエスの立ち位置だ。今季のレアルは2トップを採用する機会が増えていて、現時点ではロドリゴも重要な戦力だ。しかしムバッペが加わるならば、2トップの1枠はムバッペのものとなるだろう。その相棒には、ビニシウス・ジュニオールが最も近いと考えられる。今やビニシウスはチームの中心であり、得点力に加えてチャンスメイク力も成長している。ロドリゴも今季はリーグ戦で8ゴール4アシストをマークするなど結果を出しているが、まだパフォーマンスに波がある。昨年11月には3試合連続ゴールを決めたが、今季前半戦は全くゴールを奪えていなかった。現在もペースはストップしていて、リーグ戦直近8試合では1ゴールしか決めていない。最近ではブラヒム・ディアスも結果を残しており、ディアスも自由に動く2トップの一角でプレー可能だ。さらにレアルはパルメイラスから17歳の FW エンドリックを迎える予定にもなっており、ライバルは多い。ロドリゴはここぞの場面で決定的な仕事のできる選手ではあるが、ポジションを確保するには継続性が欠かせない。